あのこれ今もすごく大事なんですけど知ってるのと理解しているのと使えるっていうのは全部差があります全部差があります恐ろしいほど使えません私たちは私たちはでこの間もう愕然とする恐ろしい事実に出会ってしまったんですがまあセールスライターっていう方まあコピーライターっていう人たちを育成僕してるんですがあのまあなんだろうな特徴今日言った話です と私がどうか、特徴はどうでもよくって、その私がどうかがあなたにとってどういう価値があるのか、ベネフィットで、特徴で表現しなさんな、ベネフィットで表現しましょうっていう話をするんで、こういうエクササイズをね、したんですね。えー、特徴を洗い出して、ブワーって特徴を書きます。じゃあこれをベネフィットに転換してくださいっていうふうにやったんですね。できなかったんですよ。 全然。もう勉強してるもん、一年以上勉強してるもんいるわけですよ。だから、ベネフィットなんていうことは知っているし、特徴を言って,いってはいけない、ベネフィットで伝えないといけないということは知ってるんですよ。けど、できないんですよ。だから、ここ,こで皆さんにお伝えするのは何が言いたいかというと、できないのは当たり前なんですよ。だから大事なことは、できないことを知るまでのスピードを速くしないといけないですよ。できないことを知ってから物事を習得するようにできてるので、僕らは。 だから、できないことまでのスピードを速くしてください。なぜなら、できないということが皆さん分かったら、それをサポートするのが私たちなんですが、皆さんができないということを気づいてもらわなかったら、サポートすらできないんですよ。なので、いやとにかく、やってみるっていう習慣をつけてもらうと、マーケティングっていうのはどんどん速くなります。やってみて、できないって分かったら、できないことを相談するっていう癖をつけてもらうと、この、うちで今やってるのがもっともっと活用。 をしてもらえるかなと思いますので、本当にね、言た一年以上勉強してるのに、僕もだから、これできる前提でいろんなことやってたんですよ。いろんな企画、いろんなカリキュラム作ってたんです育成のカリキュラム。でも、これできないから、それは全部できないはずなんですよ。というのは、これが全て今日言ったんですが、あなたにとってどうかを言うだけが全てですよ。何かコミ入ったター、特別なスキルなんていうのもっと先の話で、 結局、あなたにとってどれだけ価値があるかって話ができて、それがブワーって洗い出されて、じゃあ、この価値の中で、これとこれとこれとこれがコアとなってる。一番大切な価値だから、それを元に商品のコピーを書こうとか、アイデアを作ろうとかっていうのが作り方なんですよ。けどそもそも、相手にとってどうかっていう価値出しができてないから、特徴しかできていないから、売り方がわかんないっていう次元だったんですね。あのー、そのうちの会員さんがね。だから、それぐらい、 知ってるのとできるっていうのは違うから、えー、今日ちょっと時間が厳しいんであれなんですが、えー、皆さんもう絶対やってほしいのは特徴をブワーって自分のビジネスの特徴をブワーって出して、で、それを、その皆さんの持っている特徴は、皆さんのお客さんですよ。今日言った、私が付き合いたい人。ですね。皆さんの持っている特徴を出します。出た特徴、皆さんの特徴は、私が付き合いたい人にとってどんな変化をもたらすか。これを、 やってみてください。まあできないですから。まあできない。特徴の洗い出しをして、で、その特徴は、どんな変化をもたらすかっていう,こう、ワーク的にできるやつのシートを作って、それを皆さんに出してもらって、で、特徴は、ちょっとこれは調べて作らないといけないんですが、いろんな特徴はあります。えー、機能面での特徴もあったりとか、 うん例えば、リッチ面の特徴もあるかもしれないし、価格面での特徴もあるかもしれないので、ちょっとまあ特徴、沖縄でやったばかりで特徴のパターン、8つぐらいあるんですよ、特徴のパターンが。まあそういう、ちょっとシート用意しますので、ぜひ、っていうのは、それを皆さんが特、特徴を出すの得意じゃないですか。私の話得意でしょ。ビジネスしてるとみんな私の話得意です。自信満々なんで、自分のものは。自信満々じゃなくてもやめてるはずですから。 今こうして勉強して、しかもそれを売るために勉強しているわけですから、もう自信持ってる。だから私たちは特徴を言うのはすごい得意。けどその特徴を相手にとってどういう変化をもたらすか言うのはすごく苦手。なのでそれを、で、これも学習の時にすごい大、僕ね今ね、英語のトレーニングしてるんですよ。あの、全く英語喋れないですが、あの、7月までに海外のセレブたちと英語で1週間合宿するっていう <laughs> 恐怖の企画があってですね、そこまでに英語ペラペラになるっていう努力を今 <laughs>、してるんですが、セレブです。セレブ中のセレブです。 毎回喋るんですがあ、その中ですごく大事なんですが、エクササイズの中で、なぜか喋ってくれって言われて喋る前にちゃんと紙に書き出してから喋るっていう。っていうのは僕がやってるエイドトレーニングってそのノバとかそんなんじゃなくて、応用言語学って言ってですね、軍事開発された言語学なんですよ。もともと言語っていうのは、あの、傍受。戦争って結局情報戦なんですね。情報を取った方が勝つんです。どこ攻めるとか分かった方が勝つんですけど、相手の国の情報は取れるんですが、言うたら、 ほぼ、後進国対先進国で戦うわけですから、情報を取るのは簡単なんですよ。けれども、何喋ってるかわからんっていう問題が起きたんですよ。だから、瞬時にその国の言葉を理解するための学問っていう、物事は何でも軍事で発達するんですよ。すべて。すべて軍事で発達するんですよ。例えば、パソコンとかも軍事。まあ、物事は軍事かエロで発達するようにできてるんで。パソコンもそのインターネットも軍事とエロで発達したんです。が、開発されたものがあって、だから言ったら人間の、 認識プログラムを認識作ったんですよ。こういう順番でやっていくと人は認識が強まって逃げなくなるというか情報が漏れなくなるっていう最適化、習得の最適化があって、その中の一つの要素が書いてから喋ることだそうです。なので、素直にこういうワークを書く人ってやっぱ吸収が全然違うんですよ。書いてから喋ると一回書くから理解するんですって、ちゃんと。喋ると流れるでしょう。なので、自分の特徴を書く。 頭で分かってるけど、いざ書こうと思ったら書けなかったりするんですよ。だから特徴分かってる知ってるって言って、頭で特徴は、じゃあこの特徴はこのヘネ、ベネフィットがあるよってやるから、だから、広がらないんですよ。特徴を全部書く。そしてその特徴がどんなベネフィットがどんな変化をもたらすかっていうのを全部書く。で、これは皆さんのペルソナってうか、売りたいお客さんが3パターンいたら、1人ずつ書いていく。だから、そうですね、と、ペルソナ、お客さんの名前欄があった方がいいかも。 名前。何々さん。だから、こ、こっちがベネフィットなんで、こっちが特徴欄。で、こっち特徴の1から8までの項目がここにあって、で、特徴を上げていくっていうのをバーって上げていって、で、何々さんにとって、その特徴どうなの何々さんにはどんな変化が起きって言って、ここにベネフィット書いていくっていう。このワーク。ぜひ、やってください。あの、これが皆さんの広告物、すべてに影響を与えます。 なんでかというとその基礎すら周り競合さんできてないわけですよ。誰もやってないわけです。だから、それさえできれば随分違うわけです。<laughs> ぜひ、このワークをやってほしいと思います。で、こポイントは、一般的な話をしないこと。名前を入れること。皆さんの来てほしい人のお客さんの名前で、ここで一,応一番やりやすいのは、えー、理想的なお客さん、えっ、ー、とね、割合で、ここですね。えっ、ー、と、常連客。定着客と常連客。ファン、信者まで行かないっていう感じ。 もう何があっても通うよっていう人はすげえ少数なので、定着して有料顧客程度。超有料顧客までいかないってこと。これ感覚値っていうか、まあ、感覚わかると思うんですけど、超有料顧客でそんな増えないですよ。ごく一部なんで。あまりにも相性が良すぎた人だけなんで。 だから定着して、かつ常連さんとかってま、あまあまあ有料顧客というか、有料顧客とかっていうぐらいの人の名前を書いて、で、うちの持ってるこの特徴は、この人にとってはこんなメリットがあるよねっていう、こんな変化をもたらすよね、もたらしたよねって思います。過去、すでに起こってるわけですから。っていうことをやると、皆さんの中でいっぱいアイデアが出て、これがいっぱい集まってきたら、あ、じゃあチラシってこんなアイデアで作ろうよっていうことができるので、もうこれが材料だしです。これは暇さえあればやった方がいい。なんでかっていうと、 ここの名前のお客さんを変えたら、一個また違うペルソナル、違うターゲットに向けてぴったりな広告が作れるアイディアが出るからです。本当にこれは騙されたと思って死ぬほどやってください。これを死ぬほどやってくれて、例えばこれが上手になったら、これをやってくれて、うちに出してくれたら、じゃあこんなアイディアでどうですかとかっていう話をここのワークでもできるようになるので。これはね、本当に皆さんの材料だし、皆さんの資産だと思って取り組んでください。それぐらい大事。というかもう、ついに分かってしまったんです。これやるだけだっていうことは、マーケティングって。 ダイレクトレスポンスってそもそもこれを、これが全ての起点なので、これができないと何も始まらないですよ。けどこれ整備したことないじゃないですか。これやるだけ。だからね、僕の存在はね、いろんな教材を必要なくしてしまってるんですが、けど、け,けどなんですが、僕はあくまで皆さんが使って、それなりに成果を出せるっていうラインなんですが、そこから極めようとしたらやっぱりダイレクト出版みたいなことが必要なんですよ。 で、これはもう、で、で、こんなの散々言ってもやらないのは分かってるんですけど、それでもお願いします。知ってると、理解していると、できるは全然違うので。で、これを散々やってて、何も考えなくても無意識で、相手にとってのベネフィットで遮発せるようになると、それがもうできるよ。本当にできるようになった時です。そんなの急になるわけないじゃないですか。何回も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 ,何回もやって。僕もだからも7年も8年もやって。 だから、マーケティングの勉強を5年ぐらいして、そしてダイレクト出版に引き上げてもらって、大学出版の名前でセミナーをするようになって、1000人以上を超えるね、営者さんとセミナーをさせてもらって、その皆さんにマーケティングの価値をこうやって伝えるっていう訓練をで、月に少なくともセミナー僕4回するので、それを散々何時間もかけてセミナーをするので、それをずっとやり続けたら、もう何も考えなくても無意識で、このここでベネフィットで話せるようになっただけであって、最初は自分で書いてってやってましたから。 だから、バカバカしく思える作業を作業的にやり続けることがすごく大事。だから、実はこの基礎がないから、どんだけ入り組んだ特別な応用ばっかりやっても計算できなくだから、掛け算が分かってないのに方程式解いてるような状況なんです。なので、これ掛け算部分です。マーケティングにおける掛け算部分。もうすべての基礎、掛け算、掛け算って言うか、区ですね。区区ができないのに計算できないわけですよ。だから、これ区区に当たる部分なので、もう本当にひたすら、 これをやってもらう,う。もうやってくれとしか言えないし、やってもらったら価値がわかるので、ぜひ、やってください。っていうのは、これやったらね、すぐわかるんです。うちのビジネスってこんな価値があったんじゃないか。あるいは、うちのビジネスってこんな人に売ってたんやってわかるんですよ。これやると、誰に売らないといけないから見えてきます。例えば。もうちょっと言うと、一般的なビジネスって、誰に何を売ってるか分かってないんですよ。この質問皆さん答えれますか 皆さんのビジネスは誰に何を売ってるんですか ?30 代の女性にリラクゼーションを売ってますぐらいしか言えないですよ。言えないでしょ意外とっていうか。全く言えない。だってベネフィットで普段考えてないから。私たちは商品を売ってませんよね。お客さんはベネフィットを買ってますから、結果を買ってますから、しかもそれを誰に売ってるかも、いや、こんな人もあって、こんな人、もう本当に、 うまくいってないビジネスほど誰にが定まっていません。うまくいってないほど何にが定まっていません。これ笑ってしまうんだけど。でもそれっていうのは、誰に何をっていうのは正確に表そうと思ったら、膨大な統計情報があるから正確になるんですよね。自分が誰に売りたいかだけだと正確にならないですよね。自分が何を売りたいかだけだと正確にならないですよね。だからそれを膨大な統計情報の出し方がこれです。特徴をいっぱい出した上で、 え、誰に、誰には決めてしまって、彼が何を買ってるかっていうと、そうすると、誰に何を売ってるかが、この中から見えてきます。一人じゃ分かんないかもしれません。5人、6人とやってみて、誰に何を売ってるかが分かってくるかもしれません。ただ、それぐらい重要な作業です。ビジネスなんていうのは、誰に何を売るか決めてしまったら、ほぼ終わってます。なぜなら、ほぼ全てのビジネスがそれをやってないからです。なので、もう僕らみたいな、コンサルタントの仕事でめちゃくちゃ楽なんですよ。すぐ売り上げ上がるから。 誰に何を売るかを決めるだけなんで。そのために必要なツールとかの使い方は後でもちろん教えていきますけれども、基本的に誰に何を売るかを定めれば嫌でも売り上げ上がります。ま、いろんな複次的効果がありますけど、誰にが分かったら狙う打ちがしやすいじゃないですか。誰にが定まってないからいろんなところに出さないといけなくなるんですけど、誰にが定まったら全然狙う打ちしやすいし、今ネット広告なんていうのは誰にか定めるためにできてますから。簡単に定めますから。 でもみんなそれ言ったら、いろんなものを持て余してるんですよ。いろんなものの機能が使えてないんですよ。スタート地点である誰に何をが決まってないから。ぜひね、ここを決める作業を感覚的にしないこと。答え出しからしないこと。作業的にやって、今日言った膨大に情報を広げておいて、その中にある核を見つけることっていう、この作業をやってください。えー、騙されたと思ってやってくださいとしかお願いできないんですが、本当にやってほしいなと思います。